正面に阪神淡路大震災が発生したその当時に改良事業の一環として作られた戸の内改良住宅の1号館9階建てがあります。今来ているところはその隣接近くにある戸の内公園であります。この戸の内公園ですもの方もですね、きれいに整備がなされていてですね、こうやって休憩場所があって、そしてこのようなですね、屋根のついた、ちょっとカバン置いて申し訳ないんですけれども、テーブルがある休憩場所があります。そして奥に行くとですね、コンビ遊具とブランコのある遊具ということで、お手洗いの方もですね、実はついているんです。その周りには健康遊具があり、そしてですね、動物のですね、位置づくりのモニュメントも置かれているんですね。そしてちょうど戸の内公園の案内板があります。広場が自由広場になっていて、でテーブルなどがあるところ、こちらが休憩広場なんですね。そして健康遊具があるところが健康広場、そしてコンビ遊具とブランコがあるところが遊具広場があるということなんですよね。こうやって、まあ、小さなトラック形状のですね、公園ということになっているんですけれども、今回はその戸の内公園の方から歩いていきたいと思います。戸の内公園を出て右の方へと曲がってくると交差点が見えてきます。そして周辺には市営住宅あるいは県営住宅が立ち並ぶ地点に入ってくるということですね。ちょうど戸の内のバス停前になりますが、こちらが尼崎市営の浜東団地になります。まあ、5階建ての団地がですねメインなんですけれども、まあ、中にはですね6階建てのものもあります。そしてこちらがモスリン橋公園になるんですが、こちらですね、戸の内のバス停に隣接しているところなんですね。お手洗いがあって、休憩場所があってですね、広場がですね、広がっているということで、まあ、この辺り行くとですね、尼崎市営住宅の方が立ち並んでいるところなんですが、ちょうどこちらが戸の内のバス停となります。こうやってですね、広場になっているんですね。その戸の内のバス停の時刻表をチェックしておきたいんですけれども、こちらの方は23の阪神尼崎行きが出ている、まあ、いわゆるですね、こちらが起点ということになるんですけれども、平日に限っては21-2の阪急塚口行きも運行されてあります。そして路線図はこのようになっていて、阪急園田までは同じなんですが、23番はそこから東園田八丁目を通って JR 尼崎、そして阪神尼崎へと向かう経路、21番の2に関しては園田競馬場のある競馬場から JR 塚口を通って阪急塚口の方へと向かう経路なんですね。こちらがモスリン峡公園になります。真ん中の方にこのような山のようなですね、大きな遊具、滑り台のついた遊具が特徴なんですけれどもね、こうやってですね、市営住宅を見ながらですね、遊べるという公園ですね。モスリン峡北爪の交差点を渡って、ここからモスリン橋を渡ってきます。そしてこうやってですね、神崎川の方が流れているということですね。向かって右側、ちょうど今ですね、東海道山陽新幹線の 700NA 改良型が通っていきますが、新大阪へ向かうということですね。モスリン大橋を渡り終えて左に神崎川を見ながら進んでくることになります。すなわち一旦南下しているという形になるんですね。左手に見えてきたこちらが大豊橋になります。いわゆるですね、一般道の府道10号線三瀬島通りと、その真ん中に阪神高速が通っているんですが、これが11号池田線になります。ちょうど向かい側の方にですね、塩野義の施設があるんですけれども、ここで一旦神崎川を下って淀川区の方を歩いていくことになります。向かって左にあるこの虹のような橋がモスリン大橋、さっき渡してきた橋ですね。その奥の方に戸の内改良住宅の1号館を見ることができます。ここからはしばらく神崎川の河川敷沿いを歩いていくことにします。遠くに行くとボーリングのピンが見えているんですけれども、阪急神戸線の神崎川駅の周辺を見ることができます。ちょうど 12.2 キロ、起点から 12.2 キロのところになるんですが、そこからですね、1.25 キロ先、まだ先になるんですけれども、そこを進んでくると神栖橋の方へと行くことができるようですね。
神崎川の対岸になるんですけれども、こちらが庄内下水処理場豊中市の施設になります。そして右手の方にグリーンスポーツセンターがあるんですね。なにわ自転車道、ちょうどこちらが120なんですけれども、これが12キロということになるんですね。そしてですね、緩やかにですね、こうやって左の方へとカーブし始めてるんですね。ここから長くですね、緩やかですけれども左の方へカーブしてくるということになって、先に行くと阪急神戸線の高架を見ることができます。鉄橋を見ることができます。この辺りは道幅がそんなに広くはなかったんですけれども、そこからですね、芝生の広場がいっぱいに広がってきます。こうやってですね、淀川区の方へと入ってきて、広くなってきたんですね。そしてこの上の方にですね、この取水塔の、橋梁があります。今まさにですね、この管のある上のある、下を通ってくるんですが、こちらがですね、ガス管なんですね。そのガス管の下をくぐってきて、阪急神戸線の橋梁が見えてきていることになります。ちなみに右手の方には神崎川大道ボールボーリングのピンが立っていますが、それがあります。神栖橋の姿が多くなってきましたが、その神栖橋の手前までは本当にですね、この辺りは階段が全くありません。まあ、こちらの方は上の方に行くと道路帯になっていてですね、まあ、歩道がないということでちょっと危ないという感じなんですよね。そして右手の方を見るとこのようにですね、高層のマンション群が見えてくることになります。しばらくなにわ自転車道神崎川の河川敷沿いを歩いてきましたが、神栖橋の手前でこの坂道を上がります。すなわち阪急神崎川駅の方へと向かうということですね。阪急オアシス神崎川店とこちらのマンションの、その間にある通路の方へと来ました。まあ、そこからですね、上がってくるとエレベーターがあってですね、そこからですね、阪急オアシス、そしてこのこちらのマンション群の方へと行くことができるんですね。こちらのマンションなんですけれども、シティテラス神崎川駅前というですね、マンション名なんですね。その端の方、そして最上階の方がですね、青ブルースカイブルーのですね、窓ガラスになっているんですね。そのシーテラス神崎川駅前なんですけれども、2018年度のグッドデザイン賞を受賞した建物なんですね。その、グッドデザイン賞を受賞したマンションを後にして、そこから左の方へと入ってくると斜めに三ツ谷商店街が見えてきました。そして左に目を向けると阪急オアシスがあって、キャンドゥの100円ショップがあります。そしてこの左側、こちらの方なんですけれども、内科、耳鼻咽喉科、眼科のですね、医療施設があるんですけれども、こちらが神崎川クリニックモールになります。そして阪急神崎川駅前の方へと差し掛かることになります。ここから坂道、橋の方へと上がってきたところに一箇所、これはですね、神戸方面の専用になるかと思うんですけれども、そちらがあって、そしてその信号を渡ったところに中央の改札があるということですね。阪急神崎川駅前を過ぎて、新高6丁目の方へと入ってきました。その東側の方にパチンコ店があったんですけれども、そちらの方はですね、やはりコロナの影響をもって、閉店しているという張り紙が貼ってあるんですね。そしてここから右へ曲がると阪急神戸線の線路下をくぐることができるんですね。で、今回はここから左の方へと入ってきます。いわゆる新高6丁目の住宅地の中を歩いてくるということですね。ちょうど今セミクロスシート編成の8002編成、反戦系のですね、東上に復刻された神戸三宮駅普通のですね、神崎川駅に入ってくるシーンご覧いただきましたけれども、都内公園から先ほどの阪急神崎川駅前までは、だいたい36分ほどで、行くことができました。まあ、行ったというよりもですね、36分もかかったということなんですね。新高六丁目付近を歩いているとですね、このような可愛らしいものがですね、見つけました。
右の方へと曲がってきたんですが、ここからですね、直進してくると、十三市民病院の方へと行くことになるんですが、その十三市民病院はですね、今新型コロナのですね、中等症のですね、専用病院になっていますので、まあ、そこはですね、避けてですね、今回は進んでいくということにしたいと思います。ここからまた左の方へと曲がってきました。